市川歌右衛門2月25日から1999年9月16日は日本の映画俳優。本名は浅井善之助。愛称は雄太さん。次男は俳優の北尾直キニ戦前、戦後期の時代劇スターとして活躍し、同時代の時代劇スターである、坂東つまさぶろう、大河内伝次郎、嵐勘十郎、片岡千恵蔵。 長谷川和夫と共に時代劇六大スターと呼ばれた。歌舞伎役者から映画俳優となり、美剣主役で人気を得た。当たり役は旗本退屈男の佐乙女モンドノスケで30本のシリーズ作品を生み出している。戦後は片岡と共に東映の重役スターとなった。1966年に引退。映画主演奏数は300本を超える。 1907年2月25日、大阪府大阪市西区に生まれる。祖父が、坂出市の旧家の出で、聖家は、鉄工所を経営していた。遊芸好きの両親の影響で、5歳の頃から、日本舞踊、上方舞の三村流を習い始める。6歳の時、子役として、初代、中村千尺一座に借り出され、菅原伝授手習い館に、 監修祭の役で出演して、初舞台を踏む。大阪市立九条東小学校卒業後、上方歌舞伎の第一人者、二代目市川右段継ぎの弟子となり、市川宇一の名をもらう。後中村千尺が、座頭の関西青年歌舞伎の一員となる、嵐徳太郎らがいた。野号は、高島屋で主役を張って、人気を集めた。やがて、 漢人長の武蔵坊弁慶など、大役も任せられるようになったが、門伐出身ではないため出世には限界があった。1924年、帝国キネマから映画界入りの誘いを受けるが、この時は断っている。黒髪地獄1925年、 歌舞伎界の若手俳優を自ら主催する映画会社牧のプロダクションに迎えようと考えていた牧の正造が右一の評判を聞き主演者として映画入りを誘う18歳の右一はこれを受けバンドをつまざが去った後の牧のプロダクション五室撮影所へ入社名前も市川歌えもんと改名したがこれはそれまでの芸名右一に五代目 中村歌右衛門の名と右一の師匠の右段継ぎの名を合わせて、牧野が命名した。同年12月25日に公開された、黒髪地獄の主演で映画デビュー。翌1926年にかけて、沼田監督の解決夜舎をクジの光などに主演。バンドを妻三郎に次ぐ人気俳優となり、月形龍之介と合わせて、牧野を担う両星と歌われた。 1927年2月、デビュー以来13本の作品でコンビを組んできた、沼田光六監督の創生や、スターたちの独立プロ設立が連続したことなども、あって、薪のプロを退社し、4月に、笹川良一の支援で、市川歌右衛門プロダクションを設立して独立。同時に、奈良県生駒郡伏見村にある、綾目池遊園地内に撮影所を建設した。 1928年からは、東亜キネマから、配給提携先を松竹キネマに変え、翌1929年には、伊藤大輔監督の、一冊多少剣などを送り出す。華麗な衣装、殺走とした、美剣士を演じた、この、一冊多少剣や、東海の顔役は、初期の代表作と呼ばれている。翌1930年、旗本退屈男で、初めて、 サオトメモンドのスケ役を演じ、ユータプロ内で7本の続編を制作した。あと、このシリーズは30数年に及ぶ人気シリーズとなった。1932年、小畜のトーキー映画、中心グラニに役で出演。この頃は、映画界が、サイレントからトーキーに移行した時であり、多くのスターたちが、トーキー発声に苦戦する中、セリフと共の演技を、 無事演じて見せ映画は成功。この転換期を乗り切った。1936年、制作規模が拡大していく、本格的な陶器時代に入って、独立プロでは、制作困難となり、ユータプロは小畜へ、九州合併、あやめ池の撮影所は閉鎖した。歌えもんは、小畜うずまさ撮影所に入社し、旗本退屈男シリーズでは、 初の陶器作品となる、富士に立つ退屈男などに主演した。1937年、新興キネマ京都渦政撮影所に移籍、看板俳優として、国戦や合戦、大村増次郎などの大作に主演したほか、同社でも、旗本退屈男シリーズの一本、宝の山に入る退屈男に主演した。しかし、この作品で一旦、 はたもと退屈男シリーズが打ち止めとなる。軍当局から非常時にふさわしくないとの横やりが入ったためだった。退屈男を禁じられた歌えもんは、無法末の一生の映画化に就寝していたが、この配役は当初からバンドをつまさに決まっていたため、稲垣博監督が説得して断念させた。稲垣は変わる。 主演作として以前から歌えもんのためにと構想していた山本雄造の不釈信妙を会社側に押し情報局からも協力を得たところが原作者の山本が社会主義者であるとの理由でここでも軍部から横槍が入り企画は頓挫を余儀なくされた稲垣は制作していたら無法末以上の作品が作れたろうと惜しんでいる 1942年、戦時統合により、新興キネマは日活、大都映画と合併して大英に改組した。歌えもんはこれにより、大英に移籍し、終戦までに8本の時代劇映画に出演した。戦立左は、高田光吉戦後、GHQ の占領制作によりチャンバラ映画の制作が規制されたため、 他の時代劇スターと同様、現代劇にも出演するようになった。1949年秋、大英を退社し、東横映画に移籍する。翌1950年、旗本退屈男取物控え毒殺までんで、旗本退屈男シリーズが復活する。1951年、本格的な時代劇制作解禁の時代となり、東横が改組して、東映が設立される。 歌えもんは、東映創立に参加し、片岡知恵蔵と共に、重役兼人のスターとなり、工業価値の高い主演映画を多数制作した。歌えもんは北王子に住んでいたことから、北王子の温帯と呼ばれたに住んでいたことから、山の温帯と呼ばれていた。東映の日本だて、工業体制もあって、東映入社以来1963年までの12年間、 年平均9作のペースで、歌え門主演の時代劇が作られた。東映でも、旗本退屈男シリーズが18本制作され、主演300本記念映画も、旗本退屈男だった。他、大名シリーズ、赤楼市の大石倉之助役などでも活躍した。この頃、同時代に活躍した時代劇スターたちは、脇役に転身していったが、 歌えもんはあくまでも主役にこだわり続けていた。時代劇映画が社用化していった1960年代、東映も人況映画路線に変更を図る中、歌えもんの映画出演も1964年の忍び大名を最後に途絶え、東映歌舞伎等の舞台に活路を乱すようになる。同年、徳川家康でテレビドラマに初主演。他、1973年の はたもと退屈男で、佐おメモンドノスケを演じたり、次男、北王子金谷主演の時代劇に特別出演したが、テレビドラマは、世話しないとあまり好んでいなかったため、数本しか出演していない。1966年、東映から、取締役から、相談役に退いてほしいという打診を受け、時代も変わった。これ以上ここにいれば、 金夜を縛り付けることにもなりかねないと考え、東映を退社。退社後は、京都を引き払い、東京一番町のマンションに京を移し、舞台を中心に活躍。年80を過ぎても、なお主役を張り続けた。1972年に、四十法省を、1979年には、君四等旭実賞受賞をそれぞれ受賞。 1986年の歌舞伎座俳優祭では、かねてから、同音のよしみで信仰のあった六代目、中村歌右衛門が、たっての願いで女、旗本退屈男に扮し、歌右衛門の扮する退屈男との共演を実現した。またこの年、息子の北王子金也とも、旗本退屈男で共演。金也は若かりし、退屈男、歌右衛門は、 壮年の退屈男に憤した。1999年9月16日、老衰のため死去。92歳没。生居の1年前に、千葉県の老人保健施設に、夫妻で入居していたが、その経緯や施設での生活が明るみに出るに従い、息子の北王子は、自身の兄弟、マスメディア、俳優仲間などから批判を受けることとなった。なお、 2001年の暮れに、その北王子は、女性誌の記事で、施設入所は、足が不自由になった。市川の妻とでは二人暮らしに無理が出て、高齢の家政婦には介護までは任せられない中で、兄や姉とも話し合って決めたことだと反論している。東映を退社した後は、東京へ移ったが、京都に、次男の北王子キニアを残してきたことについて聞かれた。際には、目を細めて、 可愛い子には旅をさせろですなぁと笑っている。100歳になっても退屈男をやりたいと公言、80歳を超えても1日1から2時間の散歩は欠かさず、1ヶ月に1度は皇居一周のジョギングを行うなど鍛錬を怠らず、歯も入れ歯はなくすべて自前であった。主演のこだわりについて、雪の城変化のテレビドラマ企画が上がった際に、 歌えもんには規約を想定したオファーをかけたところ、本人は主役以来と心得て、ああ、もう雪の城は無理です。と答え、スタッフもそれ以上は無理押しできなかったというエピソードを歌えもんの熱烈ファンである上岡隆太郎が語っている。また、映画評論家の田山力也は、初老期の歌えもんに主演企画の相談を受けた際、ジャンギャバンの ヘッドライトを本案するプランを示したが、私は白塗りで馬鹿笑いしてないと様にならない大根でしてね、と交わされたという。歌えもんが、牧野正造の牧野プロダクションに誘われ、映画化入りしたのは1925年だが、前年の1924年にも帝国キネマから誘いを受けていて、これを断っている。この行き冊について、次のように語っている。 主演を張っていても、リエンの御像詞ではない歌えもんにしてみれば、先を読んだところもあり、高額の出演料も魅力だった。が、母親は、舞台で主演させてもらってるのに、どうして、活動写真なんか行くの活動写真に行くと、みんな、目を悪くして、中には目をつぶす人もいるというではないのと、最後まで、活動入りを、反対していたという。 当時映画界に展示た役者は、板から泥に降りたと軽んじられる風潮があった。しかしこの頃は、市川猿之助が牧野に誘われ、日輪、天一坊と、伊賀良を取り、沢田章二郎が新国劇一等を率いて、月型半平太、温州の彼方に、に出演するという時世でもあった。19歳の歌えもんはこの時代の転換期にいち早く、 身を投じた一人だったのである。歌えもんは、尾上江松之助以来の歌舞伎、所作の美しさを若々しく、流霊に、テンポアップしてみせ、知恵像や嵐調査部郎らと共に、牧の黄金時代を作った。牧の正広は、歌えもんの盾について、初めからうまかった。踊りがうまかったんですね。狭い部屋の立ち回りなんか、彼が一番、うまかったんじゃないかな。 立ち回りがうまい、中より格好が良かったですね。その代わり、リアルさがないと述べている。歌えもんの編み出した、諸羽根流星岩崩しの方は、狭い室内での立ち回りも考慮したものだった。旗本退屈男の、第一作は、室内の立ち回りであり、歌えもんはその狭い空間を自由自在に踊ってみせる。隣の部屋に移っていくとき、 わずかに膝を開くと、切っ先は実に1センチの間合いでカモイをすり抜けて、行くのである。目線そのまま、次の盾に備えて諸羽流星岩崩し、諸佐寺の約束で言うなら、道行き、踊り地、チラシと、序波球のテンポを踏んで、颯爽と活発に立ち回る。映画デビュー作である、黒髪地獄の浪人役の立ち回りはかなり派手な、ものだった。この映画では、 舞台時代の歌えもんを知っている人が立てについて、歌えもん本人曰く手数の多い立ち回りを見せたのだという。当時の活動写真では普通、10手くらいだった動きを、これがデビューの歌えもんは、同じ時間内に、その倍の20手動いて見せた。1927年6月、歌えもんは、牧のプロを脱退して、ゆうたプロを設立する。 この牧野脱退のいきさつについて歌えもんは次のように語っている。牧野正像監督が歌えもん入社の際に口約束で1万円のボーナスをやると言ったのは事実なのだが映画はスター一人だけでできるものではないとの牧野の,の持論からすると歌えもんだけでなく全従業員にも1万円のボーナスを弾まないわけにいかずこれでは個人経営の巻のプロは 潰れてしまう。牧野正宏はこのことについて言い訳ではあるがと前置きしながら、その意味ではこれは失言であり、早くでもあったと語っている。また、3年契約すれば5万円無条件で、前渡しするとの言は確かで、映画は契約の世界だから、それは当然のことなのだ。約束のボーナスは契約ではなかったことも確認すべき事柄なのだとも語っている。 20歳で、ユータプロを立ち上げた、歌えもんだが、若い監督たちに、思想色の強いものをかなり持ち込まれ、自身も赤かったので、いささか押され、気味だったという。若い監督というのは、いつの時代でも同じですなぁと語っている。戦時中は、大村松次郎、戦後チャンバラが禁止された時代には、ジルバの鉄で、歌えもんは白雷のリズムを踊って見せている。 旗本退屈男、江戸城まかり通る歌え門の代表的キャラクターである、沙乙女門戸之助が活躍する、旗本退屈男シリーズは、1930年の、旗本退屈男を皮切りに戦後まで、通算30本制作された。日本映画で、同じ俳優が、同じ役を33年間主演した例は他にない。 歌えもんによると、ユうプロを設立し、映画というものは、結局は、大衆娯楽であるという風に考えがまとまってきた頃、佐々木密造の、旗本退屈男を読んだところ、これは、面白いと思ったですよと、思わず、膝を打ったという。早速、これを映画化した歌えもんは、この天井無法の主人公について、次のように語っている。さおとめモンドノスケの必殺技。 初羽ネ流星岩崩しは歌えもん本人の考案したものである。様々な角度から見てもらえる舞台と違って映画の場合はアングルが限られ、クローズアップになった時に刀が映っていなくてはしようがない。このため左手前に構えるという独特の構えを考えたのだという大歌舞伎の大名題の芝居をたくさん見てきた舞台出身の歌えもならではの強みだった。 歌えもんは陶器での発生についても、次のように語っている。退屈男の主人公、サオトメモンドノスケは、額の三日月賞、派手派手の衣装が有名で、ことに、衣装は作るごとにエスカレートしていった。一本の映画で衣装が十二、三着用意され、これらは、東映映画村に保存されている。すべて新品をあつらえ、同じものを着たことは一度もない。 主人公一人の衣装代が、全衣装代の8割を占めていたという。1966年頃、柳谷子さんが、温度取りとなって、三日月党という歌えもんの講演会が結成された。これは、稲垣博史によると、歌えもんを、殿様と祭り上げ、各界の著名人、芸人が集まって、時間や新聞、テレビを忘れて飲んで歌い、 新作芸や隠し芸を披露するという、全く意味のない会で、お津要が立てた党の規約は、一旦入党した者は死ぬまで脱党は許さずという、ものだった。会費は集まりごとに消化して、運営費などはなかったが、一度税務署が、政治団体か、ネズミ公と間違えて、党の内情を調べに来て、この規約を聞かされて呆れて帰ったという、 この回は10年を越す定例となり、稲垣はその理由として、旗本退屈男を中心とした仕掛け人のうまさと、殿に収まるユ太さんの人間的な、大らかさだったと思うと語っている。大英で、不釈神明を取り損ねた稲垣は、後に、テレビで歌えもんの、旗本退屈男をは取っているが、そのきっかけは、三日月と党員だったことからだった。 宝の山に入る退屈男、維新の曲右は、高山博子、旗本退屈男、鳥物控え毒殺までに左は、宮城佳子、戦国まとい右は、片岡千恵蔵。ありがとうございます。